おい、いいなお前、ピクちゃん、いいな。尻尾振ってるよ。ピクちゃん。どうしたの？遊びたいの。遊びたいじゃん。ラッキーちゃんと遊びたいの。ゆくちゃん、もうちょっと若ければね、ラッキーちゃんも、ね、もうちょっと高齢になっちゃったから。はい、ゆくちゃん、ゆくちゃん、泣き方変わりましたね。うん、もうこういうふうに、ウグイスみたいな泣き方になっちゃった。ゆくちゃん、初めて会うの？初めて。でもあのくるみ店に来てくださってて、そう、あのくるみにもお店があるから。あ、そう、あ、そうなの。写真は見てたの。全部慣れてんなと思って。ゆくちゃん、よかった。今日あのちょうどカレンちゃんいなくて、うん、あのでも大体いるんですけど。あ、本当に？はい。そうか。よく来てね。ありがとうございます。ありがとうございます。イタリア語のサラです。ゆきちゃん、ほら何にスタッサくっついてってんの。どこ行っていい？なんか やめて、ゆきちゃん。あ、かわいい。何歳ですか？今ね、4歳なの。4歳なの？今日そうだよ、名刺持ってこなかったんだよな。名刺があるんですか？うん、いつも名刺がある。あの、向こうの店長さん、なんつったっけ、お名前。カレンちゃん。あ、カレンちゃん。カレンちゃんに渡したんだ。かわいい。こっちも見させてもらえ。ゆきちゃん、ダメダメダメ。ここ、ワンちゃん禁止でしょ？いや、床だけ NG で。じゃあちょっと、はい、ちょっとそこだけ見せて。よし、はい、ほらこんなになってんだ。ああ、ここいいね。ここいいね。あの奥もお席あって。奥にもあるの。おお、あ、いい、ここ隠れ家的。そうなんですよ、ちょっと半個してみたいなって。ここはワンちゃんに移動フリーで大丈夫。ああ、ここいい。で、ここからさっき歩いてきたの。ああ、なるほど。で、私はここから見えてたいる。いいわ。あのちっちゃいソファーワンちゃん用で。可愛いけどね、なるほど。誕生日会とかも。おしゃれおしゃれ。ちょっと。おとなしい。おい。いいぞ。いくらからどのぐらい使いました？まあ途中ブラブラ遊んでたから小1時間ぐらい。1時間ぐらい。うん。ね。あんたの好きなブロッコリーだ、ブロッコリー。ブロッコリー。はい、もうおしまい。おしまい。またそうやっていく。
お座りでしょ、うどぎ悪いよ。この人たちみんな犬好きだね。あ、そうだね。